えー、ただいま紹介をいただきましたメディアサイトの村上ですよろしくお願いします、えー、とお手元にお配りされておりますありがとうという小冊子がございますけれどもこれを開けていただきますと私も今日初めて拝見をいたしました、えー、2008年のお事業規模が6300万ということでしょうかね、えー、現状はその3倍ということで大変あのご発展をなさってるなっていう気がしております これから私た,ちがあの私たちの会社をご説明申し上げますけれども、実は私たちの会社の規模もです、ね、ちょうどこの2008年の頃から比べますと、約 3,、えー、と3倍というんですか、3倍にはなってきています。これも一つ、えー、キャンサーネット・ジャパンさんとのコラボレーションです、ね、お互いに切磋琢磨して、ここまでようやく来れたかなということを感じております。しいまして このプロセスをです、ね、あの皆さんにご紹介したいといとうう思っていますで、えー、先ほどから c s v に関しては果たして私たちの企業があのフィットしてるのかどうかということに関してはちょっとまだ自信が持てません、まあ、そうはいってもです、ね、これからの,あのこれまでの経緯をお話しすればです、ね、少しご参考になるのではないかなと思って、えー、お話をさせていただこうと思っています。 ままず私たたちのの会社の概要をを先にお話をさせていただこうと思っていだことっす2000年の12月ということで私たちの会社は発足をいたしましたちょうどあのインターネット元年と言われているようなそんな時期でございますこの時はですねあの大変もてはやされたんですが実は、えー、と皆さんのニーズがついてこないということもあって主としてインフラが中心となった、まあ、インターネット元年というふうに言われると思います で実はあの私、取締役会長ということになりましたけれども、えー、っと6月の末の株主総会で、実はあの代表取締役から,から会長に就任しています。変わって長川というものがですね、あの代表取締役社長ということで、変わっております。これについてはあの、すでに印刷物ができてたということがありまして、あの今日初めて皆さんにお話しする格好になります。 で私たちもあの当初はですね、えー、とお元気よくスタートしたんですが3年目あたりから非常に実はつらい経済状況がありましたでこの時に実はあのベンチャーキャピタル様2社からです、ね、資本導入をさせていただきました当時1億2千円ぐらいあの資本金を集めたという格好で、えー、現状ではですね あの実はその2社のご出資をいただいた出資金もです、ね、実は買い取っておりまして現状では私どもの社内それとアメリカのパートナーのソニックファンドリー社ここだけでそれ以外の株については全部買い取った状況になっています。したがって割とその おいろんなことを方向づけするについてもです、ね、非常にあのスピード感ある刑法試を提示できるという格好になりつつあるというふうに思っております、えー、それからあ中断のところなんですがあの専務取締役ということでチーフーマーケティングオフィサーのオザサというものが乗ってますが実はこのオザサが、ねえー、CNJ さんとのお付き合いのきっかけを実は 柳澤さんとととの間でで作ったいいうことでございまして本来ならば小沢さんがです、ね、お話しした方がよろしいのかもしれませんけれども今日は私が代わって話をさせていただこうといううに思っています。で私たちが、えー、っと得意なマーケットとして、えー、ありますのは一つはもちろんあの一般の企業様その中でもですね実はあのキャンセルネットジャパンさんのスポンサーになっておられる会社も 様も多いいですが、製薬企業様ということにな1つがですね文教マーケット大学ですね特に大学の中でも医学部様がですね私たちの大きなその、えー、お客様ということになっていますでもともとこの私たちがキャンサーネットジャパンさんとのお付き合いをするきっかけということなんですがこれ後ほどまた詳しくご説明、えー、申し上げたいと思ってますが えっと、実はあの、えー、このお文部科学省のですね女成事業として、えー、ガンプロフェッショナルう養成事業という事業が実は2007年からスタートしていますでここにあります全国がんクラウドっていうのはですねこのお発展系でございまして昨年度から実はスタートしているプロジェクトですでこの 1> 第1次のがんプロフェッショナル養成事業というのはです、ね、千葉大学様、それから筑波大学様とかです、ね、埼玉医科大学さん、それから茨城県立の医療大学様、この4校でスタートした関東がんプロというのがございまして、ここで実は私たちのシステムをご採用いただいたということになっております。これが今発展ししててきまして 第2次の今度は全国レベルになったということで現状では約全国の大学様医学部ですね100校がこのプロジェクトに参加していますそのうち私たちの実はシステムを既にお使いいただいておりますのがまだ少ないんですが20校ほどございますでこれも今期もですねこれらも含めてまた皆さんにご協力いただきながら増やしていきたいというふうに思っています まあ、医学部に限らずですけれどもお大学様とのお取引は実績としては100校様を超えているというふうな状況でございますそれと2年ほど前からですね実はあの大型規模の案件もですね営業活動をしてきておりますで例えば帝京大学の板橋キャンパスですねこれはの医学部さん薬学部さん等々が入っておりますが新しいキャンパスの建物42教室あるんですがそのすべてに 実は授業収録のために私たちのシステムをの導入いただいているという格好で日々6言分をですね42教室毎日毎日授業を取り込んでそれで10分後にはえーサーバーから皆さんが勉強するないしは試験前に再度復習するみたいなことで実はあのえ活用いただいているという形でございます。 それと合わせてあの昨年の6月なんですがあ文科省がですね海外の大学の学生に比べて日本の大学生の場合は残念ながら就業時間非常に少ないというようなお話とかそれからグローバル化に遅れてるとか世の中の発展についていってないとかっていうことを含めて文科省がしびれを切らして。 もうちょっとやろうということで新しくその大学改革にスタートしたということでございますそれからマーケットのいうことに関しては先ほどもちょっと申し上げましたけれども私たち実は大変製薬企業様にはお世話になっておりますどんな使い方をしているかっていうふうに申し上げますと従来ですとその製薬企業様のいわゆるプロダクツのマーケティングっていうのは年に何回か ホテルをお借りして、えー、たくさんの先生方に、えー、お集まりいただいて講演会等々おやりになるわけですが非常にあの経費が大きくかかるということで大きなあの費用を投入しなくてはいけないというようなことでございましたでこれをですねインターネットを使ってもう少しきめ細かにしかも何回もですね繰り広げられるのかということが実はテーマとなってましてその時に私どもの システムをです、ね、活用していただけるということで、まあ、あの2桁ほど当時の金額からすると費用が少なくて済むとその分ですね頻度を上げて症例等々を全国のお医者様等々にですね配信するということを始めましたそんなことがあのマーケティング上非常に効果を生んでまいりまして現状ではたくさんの企業様がですねそんなことで こ,こに書いてありますけれども、年間350回ほどの実は収録配信をやってましてその中でもライブ配信が非常に多くなっているということでございますでなおかつそのこの収録する場合もですね、例えば東京に来て先生に来ていただくということだけではなくて私たちが現地に赴いて先生にご負担をかけないようにということで収録システムを持ってです、ね、で先生にあの,の病院の近くのホテル等々でもって講演会をやっていただくと。 で、その、講演の後質問があればですね、お受けして、それに対しても答えお答えするというような格好で進めてまいりました。これがマーケティングとしては非常にあのプロモーション効果が大きいということがありまして、そこに書いてある通りですね、おかげさまで実績を持てるようになったということでございます。で、私たちのミッションを改めて申し上げますと、 私たちの会社につきましてはですね、リッチメディアコミュニケーションのリーディングカンパニーを目指すということで、私たちは日夜活動をしているわけです。で、そのビジョンとしては2つ書いてありまして、大学とそれから一般企業ということに実はなっているということでございます。で、実はこの使い方というのは、まだまだ広くお使いいただける分野があるというふうに思っているんですが、 そうですね、5、6年前まではです、ね、いろんなことを申し上げて大変興味を持っていただけるんですがなかなかお客様ががつかないといととうことがありました、まあ、特にこれあのインターネットのインフラもです、ねえー、現状では相当その改善されてきました当時にはまだまだ十分なあのインフラになっていなかったということもありますが最近ではです、ね、ここに書いてある内容としてあのどんどんその活用いただける分野が増えてきた。 いいうううこととが言えるんだろうというふうに思っていますそれで今まであの簡単にちょっと振り返ってみますけれども、えー、と私たちは2000年の12月に創立したということを先ほど申し上げましたけれども、えー、現在はソニックファンドリー社とコラボレーションをしてますがその前身というのはメディアサイトインクという会社が実はありましたこの会社はカ,あのカーネギー・メロン大学からですね でっって新しく作った会社でございますここと私たちは語弁を作りましてメディサイト KK という会社図で作ったわけですで当初は現状のようなそのコンテンツを収録配信するシステムではなくてデータベース動画のデータベースをですね構築するというような、まあ、そんなところを仕事としていましたがやっぱりこのマーケットではですね日本でいうと放送局様 がですね、こういうたくさんのコンテンツを持っているということでそれ以外のところはです、ね、まだまだコンテンツを作るところからそのスタートしなくてはいけないということがありましてまずはそのコンテンツを作るところからスタートしようということで現状のようなその授業収録配信だとかイベントの収録配信のシステムを作って皆さんにしたということでございます。それから えと現状2008年の4月から現状にかけてとていうことなんですこの時期に実は「感、え、染、ー・キャンサー・ネット・ジャパン」さんとのお付き合いがスタートしたということでございます。で、えー、もう少しその CNJ さんとのお話をさせていただこうと思ってますが、えー、っと2007年実は先ほど申し上げたような文部科学省のガンプロフェッショナルプランというのに私たちのシステムが採用されて。 まあ当時はの千葉大学様がメインとなっておやりになっていたんですがここにですね実は柳沢さんがえ9月の8日ですかえ千葉大学の滝口先生のところをお邪魔してえご自分でその先生から言われてそのコンテンツを収録してみたようでございましてその後、うちの方に電話とそれからメールを頂戴したということでえここからが実はスタートです。 でそのメールと電話を頂戴したのが実は先ほどご案内しました小笹というものがあのお受けしたという格好でございますでちょうどこの2008年の9月というのはですね実はリウマンショックがあったり非常にあの課題の多い経済的には課題の多い時期でございましたでその中で私たちはようやくその新たなその大学の医学部さんとのおき合いの 術ができたといますかねということでほっとしたあところでございましたけれどもじゃあ一体この後ですねどうやって、えー、私たちはこの分野の仕事を増やしていくのかということが実は課題でしたで、えー、そこで私たちがあの一番実は、えー、っとそこに書いてありますけれども えと私たちは2008年から実はあの一つ大きなテーマを持ってましてえと大学でもそれから一般の企業でもそうなんですがえと代理店経由販売会社を経由しての仕事の方が圧倒的に多かったんですねこれを何とかして直販に切り替えたいっていうテーマを実は持ってましたでその意味というのは一つはお客さんの顔が見えないっていうことの中でどんなそのサービスをしてどんなそのシステムをおご導入いただくかっていうですね声が聞こえないっていうことがありました まあそんなことでできるならばその直の営業に切り替えていきたいということがありますこれは大学でもそうですし製薬会社さんでもそうでしたでここの時一番問題になってきますのは私ベンチャーキャあのビジネスですのでまずはそのブランド力は全くないということが一点大きな私たちの課題だったわけですそれと当然のことながら競合他社というのが当然いらっしゃってまあ私たちよりはうんと大きな会社です でこういうことをそういうあのメーカーさんとです、ね、どうやってその差別化していくのかということとそれとその製薬企業の場合にはですね、えー、実際にお見せするコンテンツが実は私たちじゃなかったんですね、えー、というのは私たちそれまでその販売していた客先というのは社内研修だったりするわけで外に公開できるようなコンテンツは持ってないというのが実は実態でした。とということで 外に広くお見せするようなコンテンツがないということでここのところを解決をしなきゃいけないということでこの1番2番3番4番ここの部分を、ね、どうやってその私たちはその直に切り替えていくときにその戦略が必要かということが実は大きなテーマだったわけですでここのところで実は、えー、キャンサーネットジャパンさんとおコラボレーションできるチャンスが生まれてきたということでございますで おかげさまで、これは外略ですけれども、先ほどの,の2008年から3倍というふうになりました、私たちも売り上げとしては約3倍ということになりました、それとおかげさまで直に切り替えたということがありましたので、営、え、業、ー、利益率としては6.6倍とか、それからその、経常利益としては7倍とか、こんなふうなことに実はなってきたということでございます。で、 これはのまだ実を言うと私たちにとっては、えー、中途あるいは家庭でございましてこれからの課題が一つ残っていますこれはすでに柳澤さんとはお話をし始めてるんですが、えー、と次のお協業のおビジネススタイルって,ってますこれをなんとか今のうちに開発したいという実は思っていますなぜかと言いますと私たちおかげさまであの大学の医学部さんとの広いつき合いが出てきたということと もう一つは、製薬企業さんに非常に可愛がっていただいているという、この2つのマーケットを次のステップとして、より一層で発展させる新しいビジネススタイルがないかということを実はあの検討しているわけでして、社内的にはかれこれ1年ぐらいやってきていますが、いよいよこれを具体化していかなきゃいけない、その時には CNJ さんとのコラボレーションがもう必須だろうというふうに私は思っていまして、ここの課題が実はこれからのテーマということになります。 でえー、私たちはそのお今あ掲げていますのは次の3か年計画ですねこれは2014年から始まるわけなんですけれども、えー、一応現状ではあの順調にスタートしてきていますがその次の3か年事業計画をどうするかということを今検討中です、えー、ただ私たちはあの社員全員がです、ね、共通の危機感としてやはりここまで、えー、来たということで もう一歩、レーターステージの我々のベンチャービジネスをもう一歩発展させなくてはいけないということを考えています。でその意味ではですね、えー、っとまだまだここで、えー、滞ることなく、もう一歩前進したいなというふうに実は思っているわけでまあそういう点では、えー、っと2016年の規模としましては、一応、総員としては80名、売れ規模としては15億、それで現状としては大阪に支社があるんですが、 その他に名古屋、福岡にもです、ね、支店を作って、より、えー、地元の企業様、それからその直の営業を置いてです、ね、営業活動していこうということで考えております。まあ、こんなのが1つの、これはまだあのテーマでございますけどこの向かって今、詳細の事業計画と戦略を組んでいる最中ということでございます。非常に大雑把で恐縮なんですが、私のお話はこの辺で、また後ほどご質問あったらお受けしたいと思っています。